宜野湾ジューシージータイム。皆さんこんにちは、宜野湾ジューシージータイムの時間です。今日はなんとトロピカルビーチから放送しております。イエイイエイ、はい、宜野湾ジューシージータイムは宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。皆様午後5時まで、生放送でお届けしますので、ビーチの皆さんもラジオを聞いている皆さんも最後までよろしくお願いします。そして今日の担当は地域福祉推進係の赤嶺舞と、同じくワウケです。よろしくお願いします。お願いします。そしてワウケさん、私たち宜野湾市社会福祉協議会、通称宜野湾社協では、中止時の人と人とがつながる優しい町宜野湾を目指し、沖縄市の地域づくりや福祉の推進を行っています。はい、さあ、今日はですね、この中止時タイム、なんとトロピカルビーチのサテライトスタジオから放送ということで、これね、ビーチにも流れてるんですけども、さあ、ビーチは聞こえてるでしょう。聞こえてますかね多分みんな泳ぎに夢中かもしれないので、ね、はい、片耳傾けてくれればそうですね、本当にね、せっかくなんで、もしよければ売店の、はい、横の方で特設ブース開いてですね、放送してますので、皆さんぜひ遊びに来てください、はい、よろしくお願いします、はい、さあ、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスが797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 そして FM 宜野湾ではサイマル放送も行っております。インターネットからこの放送が聞くことができます。スマホでも、聞けます、はい、アプリリスラジオダウンロードしていただいたらですね、いつでもどこでもお手持ちの、スマホでこのラジオを聞くことができますので、皆さんそちらからもお楽しみください、はい、そしてユーストリームツイキャスで映像と音声もネット配信しておりますので、はい、ぜひそちらからもご参加ください、はい、よろしくお願いします、はい、早速ツイキャスの方では東京からミッキーさんの方が来ています。こんにちは、トロピカルビーチ眩しそうだねということで、眩しいですね、はい、そしてエミーさん、ありがとうございます、うん、沖縄の天気はどうですかということで、ちょっと曇りがかってるけど順調です。そうですね、梅雨から梅雨ということで、はい、晴れが続いています、はいはいはい、そんなビーチから、うん、今回は民生委員特集ということで、トロピカルビーチがある益城中学校区エリアの民生委員さんをお招きして、福々投稿を進めたいと思います。それでは今日も幸せをつなぐ宜野湾中 ECG タイム始まります。宜野湾市社会福祉協議会よりお知らせです。私たち社会福祉協議会とは、地域の相談役、専門の方とのパイプ役です。生活のお困りごとはございませんか？地域づくり、ボランティア、子育てなど様々な分野でご相談いただけます。第2、第4月曜は無料で法律相談も行っております。市民一人一人の個性や考え方が尊重され、幸せに暮らしていけるよう、住民自らが喜びを実感できる街づくりを目指します。毎月25日は街でにっこり声かけ挨拶運動、街にこデーです。宜野湾市社会福祉協議会、場所は宜野湾自動車学校近く赤道バッティングセンター裏。電話でのお問い合わせは平日9時から17時まで受付、電話番号は 098-892-6525 までお気軽にお問い合わせください。宜野湾市社会福祉協議会よりお知らせでした。ふくふくトーク、5月16日 TCG タイム始まりました。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。そして本日はトロピカルビーチより放送を行っておりますので、はい、
よろしくお願いします、はい、そして5月は民生委員さん特集ということで、先週は普天間中学校区の民生委員さんが来てたんですけど、はい、今回はトロピということもあり、益城中学校区民生委員の宝さんにお越しいただきました。イエイエイ。じゃあ自己紹介お願いします。はい、サイグスヨ中がなびら中がなびらユシジティチャービタして益城中学校区民事協の会長ソーヤビール宝賢治愛瓶ゆたしくうねぎえさびらゆたしくお願いします。はい、ゆたしくです。お願いします。お願いします。そう、早速エイミーさんから、民生委員の方々お疲れ様です、地域のためにありがとうということで、ツイキャスで民生委員さんへのエールも来てくれたら、ね、とっても嬉しいので、感動ですね。感動ですね。早速イエーデビル、よろしくお願いします。で、はい、エコさんもハロチロンピート来てますので、うん、最後までお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて早速ですが、なぜ民生委員特集かということで、この民生委員さんの活動強化月間が5月になっているので、その紹介を宝さんの方からお願いしたいと思います、はいはい、大丈夫ですか。はい、平成30年度民生委員児童院の日活動強化週間ということでですね、はい、5月12日から、うん、5月18日あさってまでですけども、民生委員の、活動強化週間となっています。そうです。そして、一斉取り組みとしましてですね、はい、5月の18日金曜日、金曜日に、益城中学、宜野湾市の、民生委員児童院連絡協議会では、次の、今舞ちゃんが、案内します、はい、取り組みを行いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、舞ちゃんお願いします。はい、ということで、まあ、この1週間民生委員さんの活動強化月間ということで、うん、民生委員さんをより身近に感じてもらおうと、宜野湾市の方は金曜日、今週金曜日に各中学校区エリアで PR 活動をするということで、はい、紹介したいと思います。ほうほうほう、4時からでしたっけ宝さん、はい、はい、4時頃からですね、はい、普天間中学校区民協の方は、うん、宜野湾市役所前、宜野湾市役所前、普天間サンフティーマ、サンフティーマ前、サンフティーマ敷地内、はい、で 3AV21、 ほうほうほう、普天間店の前で普天間中学校民生委員さんがチラシ配りをしているということですね、はいはいはい、なるほど。そして宝さんのところの益城中民協は、うん、三栄大山シティ、お、三栄コンベンションシティ、あら、ジミー大山店、はい、ザビッグハニンス宜野湾店前でビラ配り、チラシ配りをしていますと、はい、いうことで、はい、はい、で、かかず中学校区の民生さんは担当地域の方の世帯の方に回っていく、世帯回るっていう、すごいね、はいはい、そして宜野湾中学校区民生さんは、うん、3AV21 永田店、はい、金秀宜野湾赤道店、うん、で愛知交番付近でチラシの方を配ってるってことで、はいはいはい、この日は各民生さんが自分の地域のエリアのスーパーとかに店頭に立ってチラシを配って、うん、あの民生さんの活動をやるので、もしかしたら地域の身近な相談員でもあるので、顔が知れるかも、はい、知れる、見れる、はい、見れるっていうんですかあのどんな人かなって見に行ける、お会いできるんですね、お会いできる絶好のチャンスなので、4時から5時の間ですけど、そうですね、はい、ぜひね、その三栄とか行ったらぜひチラシ、ね、もらってですね、はい、どんな活動してるんだろうとか、ぜひ、民生委員さんのことをもっと深く知ってほしいですね、はい、はい、そうですね、はい、もう一点いいですか。もう一点ありますよ、はい、告知があります、はい、昨年ですね、100周年、民生委員制度が100周年を迎えました。すごいですね、すごい歴史が。今年は、はい、全国大会 in、うん、沖縄、沖縄で開催しますよ、開催されます。全国大会が、全国大会の民生さんが集まるんです、はい、9月の27、28の両日、はい、那覇市や宜野湾市、しかも、まあ、宜野湾市コンベンションセンターの中心としましてですね、全国の、約5000名の民生委員、児童院がの皆さんが、ここに参加します。あの沖縄の、温かい心で、あのお迎えしていただければ嬉しいかなと思っています。よろしくお願いいたします。いいですね、スケールが大きいですね、はい、そう、エミーさんからも、うん、
なんか昨日、エビナ市役所、ほう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 、どこですかね、どの県ですか、あの神奈川ですね、神奈川県、エビナ市役所行ったら、はい、民生委員さんパネル展やってたってことで、おー、すごい、全国的にこの1週間はもう強化月間っていうことなんですけどね、で東京のミッキーさんも、会いに行けるアイドル、もとい、会いに行ける民生委員さんってことで、宜野湾市は会いに行ける民生委員さんを、まあでもね、金曜日やるってことで、もうアイドルみたいなもんですからね。違いますよね。はい、身近な相談員さんなのであの、はい、寄り添える、はいはいはい、寄り添い型です。そうですね。ということで、ま、で、とりわけ益城中民生委員さんはどんなことやってるのかなっていうのも宝さんにお聞きしたいなと思っていて、はい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 、私たち益城中学校区民事協はですね、はい、伊佐区ですね、それから大山区、はい、それから益城、うん、それから内泊まり、大蛇な団地、大蛇な、上大蛇な、上大蛇な、かかずハイツの行政区を益城中学校区民事協と言っています、はい、そして、各自治会におきましては、いきいきデイサービス、65歳以上の高齢者の皆さんを、週1回、うん、火曜日か水曜日、10時から、あの私たち民生委員とボランティアの皆さんを中心に、食事を提供しながら、 そして、毎週、日替わり週替わりでですね、はいはい、講座いろいろな、頭の体操だったり、体を動かす体操だったり、それからいろんな講座手作りのもやったりとか、そういうことをやっています、はい、で各公民館の方に問い合わせていただいて、はい、参加したいなという方がいましたら、うん、各公民館の方に、来てくれたらまたすぐ受け入れていただけると思います。よろしくお願いします。はいはいはい、そうですね、ボランティアしたいという方もぜひ大歓迎。そうですね、ボランティア、お世話して料理を作ったり、はい、机並べたりとか、そういう簡単な、うん、ボランティアもたくさんありますので、ていただけたら嬉しいです、はい、そして、はい、毎月第2金曜日に、子育てサロンがあります、はい、それは子育て中の親御さん、うん、親子の、はい、が、今は内泊公民館の方でやってますけども、内泊公民館の方に来ていただいて、はい、1時間2時間ですね、いろんなゲームをしたりとか、でおやつも出たりしますの で、 です、ね、参加料無料です。はい、遊びに来て、はい、いただいて、はい、そこでお母さん同士友達になっていただければとても嬉しいサロンです。はい、はい、で、はい、あと大蛇な団地の方でも、はい、やってますね、ひよっこという名前で、はい、うちどまりの方はせせらぎです。そして上で王者なが、スマイル、スマイル、スマイルという形でやってます、はい、公民館の方に問い合わせしていただければ、うん、そうですね、いいかなと思います。よろしくお願いします、はい、また子育てサロンの情報とかは社協のホームページにも毎月どんなことやるよってことでブログをアップしています。はい、で、うん、また宝さんと違ってせせらぎさんの特徴は、この今放送してるトロピカルビーチでもビーチパーティーしたりとかしてるので、安心してね、お子さん連れてビー海で遊べる機会を作ったりとか、ね、あ、いいですね、やっぱりね、合同でやってますね、合同で、はい、ひよっことせせらぎで、ひよっことせせらぎ、近くの地域の自治会のサロンも呼んで、はい、みんなで益城中学校区でつながろうということでビーチパーティーをしながら、ビーチで楽しみながら交流もしながらっていう、はい、いいですね、こういうのは、こういう活動、はい、子育て情報なんかやったり、で子育ての先輩たちも多いので、はい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 、安心していろんな話聞けるとかできますね、うん、はいはい、そしてエミーさんから、うん、おとといって読むのかな、おととい自治会の役員になったとき民生委員の方々と関わることがあったので、いろんな話を聞けましたってことで、おお、すごい、自治会活動にはやっぱ民生委員さんも結構参加されてますね、はい、自治会活動に民生委員は欠かせない存在だと思っております。はい、なので、各自治会にやっぱり
店員さんが何名かいます。ただ、あの店員が足りなくて、あの2、3人でちょっとパタパタしてるような民生さんも いますので、はい、我こそはという形でですね、ですね、民生委員に、はい、応募していただけたら嬉しいかなと思います、はい、もしなってみたいなとか興味あるなってことは、宜野湾市社協の方に民生委員の事務局がありますので、また市役所にも相談窓口があるので、そこに。これ年齢関係ないんですか？年齢何歳まででしたっけ？年齢は関係ないです、はい、一応上限が75歳、はい、下はですね、はい、そうですね、成人、成人してればいいですけど、はい、上が決まってるっていう、うん、すごいですね。このやっぱ推薦委員会として、うん、厚生労働大臣から委嘱を受ける特別公務員っていう形になるので、はいはいはい、またねちょっと審査とかもありはするんですが、気軽にお問い合わせしていただけたら、うん、そうですよね、はい、地域にこの関心持ってる方々は、ぜひ、やってみたらきっと楽しいんじゃないでしょうか。はい、ね、と思います、はいまあ、という感じですね。究極のボランティアです。そうですねで、確かに公民館の方に、寄っていただいて、はい、そう、うちのところ民生に足りてますかとか、そういう相談していただければ、はい、理事会長さんがまた親身になって、相談にも乗っていただけるかなと思います。はい、というわけで、じゃあ早速リクエスト曲挟んで、それから宝さんからもうちょっと民生委員さんのことを聞きたいと思います。リクエスト曲は何も言えなくて夏はい、お送りしている曲は J-WALK さんで何も言えなくて夏です。バックに宝さんにいろいろ話を聞いていきたいと思います。じゃあ早速ですが、宝さん、はい、民生委員さんやってみて嬉しかったこととか、うん、どれぐらいやってるのかなっていうのも聞きたいんですけども。はい、私は民生委員を、49歳の頃に始めました。はいはいはい、そして今64になりましたので、15年間もボランティア活動してるみたいな感じですもんね。本当に、はい、これ、はい、で、まあ最初の頃は、うん、あんまり真面目な民生ではなかったのですが定例会も行ったり来たりで途中で抜け出したりとか、はいはいはい、でまあ、なんだかんだやってるうちに、うん、まあ、会長という職も、ね、会長ですからね、になりまして、はい、で、まあ、店になって一番楽しかったとかそういうのはそんなに一番とかはないんですが、うん、やっぱり中高年になって、うん、友達が店に
同士のやっぱり仲がすごくいいので、はい、友達が先輩の友達だったり、まあ、今のところ後輩はそんなにいないんですがやっぱり自分より10歳上だったり5歳上の先輩の皆さんとこう仲良くなって一緒に活動できるあのことですね。そして若輩の私をこう立ててくれて、あのすごく会長が一生懸命やってるから楽しいよって言ってくれてるのがやっぱり一番嬉しいです。はい、すごいですね。ちなみにこの民生委員になったきっかけは何だったんですか？きっかけは、はい、なぜなろうと思ったのかっていう、結構大変じゃないですか。あの結局押し付けられました、はい、あの前のず昔その49の頃、はい、あの民生委員の会長と副会長が直々来まして、はいはいはい、もう頭を下げられてやってくれと断れない状況に追い込まれる中ではいはい、はい、うん、なりました。でやっぱり先ほど言ったように不真面目な民生員だったので、うん、はいはいはい、5、6年の頃はやっぱりつまんない、要するに定例会やっと終わったっていう月に 1、2回活動してる中で、うんうん、はい、うん、まあやっぱりこれじゃいかんということも含めまして、うん、今はやっぱり民生委員やってよかったなと、うん、と思っています。でもやっぱりねやって、だんだんこのご自身で楽しみ方というかどんどん楽しんでいけたっていうことですもんね。はい、そうです。はい、すごい、素晴らしい、すごいですね、うん、ちなみに宝さんはこの、まあ、マシキク、はい、ですけども、どんななんていうんですかね、この地域になればいいなと思って活動してますか？お、聞きたい。夢というか、はい、そんな大それたことを聞きますか？いやいやいや、やっぱり、はい、安心、高齢者それから子どもたちが、うん、安心して、はい、安全にこう過ごせる町が理想です。はい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 、でそのために、うん、私たちがどれだけその力になれるかっていうのもありますけども、はい、やっぱり民生活動を楽しみながら、うん、そのことに対して寄与できていければいいのかなと、うんうん、まあ、もう肩意地張らずにできる範囲でっていうことですね。ああ、いいですね、これできる範囲でっていうのがね、はい、そうですね、うん、今社協を務めて3年ぐらいで、うん、高橋さん結構社協にも来てくれるんですけど、初めて聞いたからちょっと嬉しい、ね、なんかもう知られざる知られざる究極のボランティアの楽しみ方などもね、聞きました。でもいいですね、この仕事を終えた後とか、まあ、40、50代とかなってまた、うん、新たに友達ができ同士ができて、で何か目指すものがあるっていうのはとってもワクワクするなと思って、うん、ちょっとなんかね、よく聞くのが仕事終わった後何しようとかっていう相談が最近多いんですよ。退職後の生きがいとか、はいはい、なんかこのやりたいことどうしようとか、まあ、よくあるのは夫婦で家にずっと行ってどうしようとか聞くんですけどこういう時はぜひ地域に出てボランティア活動した新たなつながりもできるし、うん、楽しみも生きがいもできるっていうことなんですね、うん、じゃあ最後にですね、宝さんにぜひ、はい、この聞いているリスナーさんに一言何でもいいですけど、あ、はい、ぜひ PR したいことでも何でもいいですよ。はい、先ほど舞ちゃんが言ったように退職してうちにいて何かやりたいなっていう方がいましたら、ぜひ社協それから公民館の方に声かけていただいて民生委員になっていただければと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ちょっとなってみたいなって思う方はぜひ社協までお問い合わせしていただけたら、やりなり方とか、はい、手続きだったりご相談できますのでよろしくお願いします。もう今こっちに来てもらってもいいですよねビーチで聞いてる方で、そうですね、はい、海から上がってやりたいみたいなそうそうそう、全然、はい、いい感じですね、はい、というわけで今日は益城中民教の宝さんが見えての活動紹介でした、はい、来週は宜野湾中学校区
の民生委員さんが見えます、はい、そしてあの各中学校区普天間益城かかず宜野湾中学校区の民生委員さんに会いたい方は、うん、金曜日の4時から5時までの間各三栄とか金秀さんにいるっていうことなので、うん、ぜひ見つけて声をかけていただけたらなと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。エミーさんすごいって、エミーさんすごい、もう15年も地域の顔ですねっていうことで、本当ですね、もう地域の顔15年もやってるなんて思いもしなかったです、うん、すごい。でも結構成り出しが早いっていう感じで、うんうん、宝さんも社協にもよく来てるので、はい、お送りしてきました宜野湾中7時タイム、はい、そろそろお時間となってまいりました。はい、はい、そう、その地域を良くしたいという宝さんがあるんですけど、うん、はい、その益城中学校を良くしたいっていう場が、うん、あの来週の日曜日、はい、大山公民館で6時から開催されますので、またよろしくお願いします。益城、はい、中学校みんなで考えようタウンミーティングがあります。それでは皆さん来週もよろしくお願いします。せーの、さようなら。